憎しみ合う者たちがいた。ムクロは野に朽ち、御霊は血に染み、絆は刃に分かたれた。闇についえし真心がなく、愛する者よ死にそうらえて。安心しな。痛いのほんの一瞬だがよ。伊賀の王源、あの切れ味は、あの者は一体何を用いておるのだ。おなごの黒髪をより合わせ、秘伝の獣油を塗り込んだ。今はやしゃまる必殺の国情にございます。しかしながら、潜んじては意味がございません。無様だぜ、甲賀のおっさんよ。勝ち誇るは血と早いわ、絵は数。今のは何だ。単にござりますと。
タン殿。ほへほへほへ、夜叉丸の国情にタンごときで歯向かおうとは。おげんよ、侮るなかれ。甲賀万事谷衆、風町将軍の白炭は三河のごとし、粘りはその幾百倍よ。いいざまだの、若者。これではあやとりごっこもできまい。やろう。伊賀者と意気投合するとはの。隠れ衆頭領おげん、なんとまがまがしき者どもよ。初代半蔵はこやつらを闇に封じ、不戦の約定を定めたわけが飲み込めたわ。それにしても消せぬ、家康様はなぜこのような者どもをご覧になりたいなどと。忍者。さようでございます。徳川将軍を決する女将は忍者を使えと申すか。今や江戸城内は二代秀忠様が嫡子竹千代様派と弟君国千代様派とに分かれ、重臣森役までが骨肉の争いをしておる始末。これを捨ておかば、たとえ豊臣を滅ぼしたとて徳川もまた破滅の道をたどりまするぞ。分かっておる。なればこそこうして御坊に相談しておるのじゃ。さればこそ考えに考え申した。しかれども断りで収めるにはもはや手遅れ。情を尽くした思案もことごとく行き詰まり、ならばいっそ武門の家にふさわしく剣の十番勝負にてことは決するも道ならんやと思い至り、さりとてかようなことで徳川の侍をむざむざ死なせたくもなく。ゆえに忍者か。さよう。忍者ならばたとえ殺し合い血の海に死に絶えたところでさして痛くも痒くもなし。もうよい、やめさせよ。それまで。伊賀、まさか柳生の隣国にかような者どもが潜んでいようとは、この宗則不覚でござった。それがしも初代半蔵より話には聞いておりましたが、こやつらの忍法情の技を超えており申す。うん、良いものを見せてもろうた。甲賀壇上、伊賀の王源、双方まことに大義であったぞ。時にお主たち徳川の世継ぎを決するために命がけの忍法勝負をしてはくれまいか。恐れながら申し上げます。申せ。我らは本来400年の恩敵同士、徳川家の恩ためと申さずとも、
初代服部半蔵様と交わしましたる不戦の約定さえお解きいただけますれば、いつなりと。御意のままに。よくぞ申した半蔵。されどこの巻物二巻に甲賀と伊賀おのおの十人の忍者の名を記せ。これをもって二代将軍秀忠が自死、国千代派は甲賀に、嫡子竹千代派は伊賀に、三代将軍の命運を託す。双方相戦い殺し合った末に、この悲観をもって生き残った者を勝者といたし、一族千年の永禄を約束せん。甲賀万事谷へ。伊賀つば隠れに。妙な話になりおったのう、お現場。本にのう、孫同士の恋にほだされて和睦せんとしておった矢先に。今頃どこぞで二人会うておるやもしれぬの。不憫じゃ、所詮星が違うたわい。星が違うたか。定めよの。恐ろしき天意よ。男女様。おげん殿。遅くなりました。我らが人目を忍んで会うは今日限りじゃ。はい、次に二人で会えるのは伊賀と甲賀両一族が長き祝宴より放たれた後。そう遠い話ではない。甲賀の隠居はわしの味方じゃ。服部半蔵様も両家の和睦を願うてくれておる。仲立ちを頼めば労を厭わずご尽力いただけるに違いない。はい、男女様。しばしの別れじゃ、おげん殿。日が暮れてはまずい。急がれよ。おげん殿、どうなされた。なるでしょうか。なんと。私たちが生きているうちに和睦はなるのでしょうか。何を弱気なことを。お互い身内の者と根気よく語り合うて行くのじゃ。頃合いを見て双方の衆を引き合わせ、いつか我らのことも。お慕いしております。わしもじゃ、おげん。初めて私のことをおげんと。この身清めてまいりました。これは妻隠れの里。波の奇襲ではない。一体誰が何故伊賀を襲うのだ。
織田か。見つけた時にはすでに甲賀男女、なぜそなたがここに。そうであったか。このままでは伊賀は全滅じゃ。生き残った者たちと落ち延びよう。オーケン耐えるのじゃ。信長にはいずれ鉄槌が下ろう。かような理不尽、およそ人の所領ではない。安全な場所まで。それより傷の手当てを。おっ、さっき言った。何やつ。これは甲賀の技者。壇上様、レンブか。なぜ先んじて唾が狂い。その話は後だ。なぜ伊賀者を狙う。これはいいなこと。この後期に伊賀を殲滅せんとのご隠居の命にござる。何。さして難儀なことではござらん。織田夫人は万全。我らはその感激より遁走を図る伊賀武士を退治するのみ。許さん。東洋はこのわしの。この儀に関しては壇上様のご意向、くむに及ばずとのお達し。ありえねえ。壇上様、我ら、私をたばかられたのですか。オゲン、何を言うのじゃ。待て、これは何かな。オゲン傷を。肩などと申して急所のそばではないか。おげん、傷を見せるのじゃ。おげん。ところでお現場、お主、甲賀万事田に住人衆をよくは知るまい。お前様こそ伊賀の唾隠れ住人衆をよくは知るまいが。住人
苦人であろうが油断したね。あのヤシャマルとかいう小僧もまだまだじゃな。さらばじゃ、おげん。忍びと生まれた定めじゃ、おげん。遅くなりました。おぼろ殿。玄之介様。甲賀と伊賀、その天地に安寧の風通う明日、信じて継ぐはうららかなる二つの心。つつましき仰せの夜空に血風の呪したる悲観が舞う。次回、バジリスク甲賀忍法帳、帯刀二番。